それでは、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お越しやす京都 AC 選手兼コーチ橋本秀夫さんにお越しいただきました。はい、まずはそのおこしやす京都 AC のコーチに就任されてから、はい、まあ、数ヶ月経ちましたけれども、はい、どうですかこの新しい生活は。まだ慣れてないです結構苦労してますね。どっか の、はい、媒体のインタビューで、はい、比率ビジネス、はい、コーチ、はい、選手の比率を話してたと思うんですけど、はい、今変わりましたか。今その選手の比率は自分の中で高くしたいんですけど、うん、今コーチの比率がすごい上がってるんでそこを調整もうちょっとしないといけないなって思ってます。今日の練習を見ててもやっぱり、はい、あのコーチとしてどうしようかっていう試行錯誤もお話をされながらやってましたけども、はい、どうですかあのコーチとしての指導は何が難しいな、こういうところはまあうまくいったなっていうところはありますか。まだうまくいった感覚はないんですけど、うん、難しさとしては自分がイメージしているものを、うん、伝える、うん、伝わる形でどう伝えるかっていうのがすごい難しくて、うん、僕が思ったことを言ってても本人たちが理解できなかったら伝わってないので、うん、それに今宿泊してます。いやそうですね、まあ、ここのだと外国人の監督ですから、はい、ムスタファ監督とのコミュニケーションはどうですか。監督ともまあ通訳を入れて話す機会が多いですし、うん、日本語で話するのも少しのワードしかちょっと使えないところもあるので、うんうん、まあ、そのあたりも難しさは感じてますけどね。まあ、改めて考えるとすごい挑戦に橋本さんは挑んでるなって気がしますよね。はい、まあ、それを楽しむためにこっちに入ってきてるところもあるのでそうですね、はい、2試合そして天皇杯1試合、はい、まあ、予選1試合戦って、はい、まあ、結果としては1勝2敗、はい、あの関西リーグ戦ってみて、もともとのこうイメージとはどうですか、違いはありましたか。僕ねイメージが全くなくて、でレベル感とかも分からなかったし、まあ初戦やってみて、まあ初戦の相手はどちらか2部から1部に上がってきたチームっていうところもありましたし、まあその後2戦目も同じような形だったんで、同じようなレベルかなと思ったら結果的には1勝1敗になってしまった。で大学生とやって僕たちは負けてしまったっていうのもあるので、まあ自分たちの実力がどのあたりなんかっていうことをちょっとちゃんと見極めないといけないなっていうのが今序盤のところで感じているところですね。ちょっと短期決戦なので、はい、ね、ここからギュッと上げていきたい、はい、何をプラスしたいなと思いますかチームに。あ、まずは、自分たち自信を持ってできるプレースタイル、プレーモデルのところはもうちょっと構築したいなと思っているので、そのあたりが整ってくると、劣勢の中でもある程度こうブレずに戦えれるんじゃないかなと思っているので、うん、そのあたりは監督とも話をしながら今進めているところですね。まあ、その先の話になりますけど、はい、橋本さんにとっても全社と地域 CL って、はい、もうイレギュラーすぎる大会だと思うんですけど、そのイメージはどうですか。あ、そこはね、去年まで FC 今治にいたんで、はい、大変さは経験している選手から聞いたりしていますし、うん、まあ、そこの独特の雰囲気、うん、楽しさっていうのも聞けてるんで、うん、正直めちゃくちゃ僕はそこまで上がっていければ楽しみだなと思ってます、うんうん、鹿児島で、まあ、今年も鹿児島なんですけど、はい、ティアモの見に行ったんですよ、はい、野沢さんとか、はい、いろんな二川さんもそうですけど、はい、ベテランの方が一番燃えてたので、何かこういうそういうのも橋本さんに見たいなと思ってるんです、はい、楽しみにしてます、はい、はい、ありがとうございます。次はもうここからの橋本さんのビジョンを聞きたいんですけれども、はい、やっぱり年齢的にも外から見たら引退がちらつくことってなかったんですか、ここまで。いや、もうずっとちらついてます。もう35過ぎてからはずっと片隅にありながらプレーをしてますね。コーチとして、はい、ビジネスとして、ね、本当に寝られるんですかっていうような状況ですけど、あんまり寝れてないですそうなんですか。だからその辺をちょっとね、時間配分だったり時間の取り方だったり、うん、まあ、周りとの連携だったりっていうのはもっと考えていかないといけないなっていうのはすごい、うん、特に今までは選手をやりながらそういう自分で会社のところで動いたところはあるんですけど、今回コーチ業っていうのが新しく入ったことで、うん、まあ、そこの難しさがより一段と進んだなっていう感じがしますね、うん、他の人のことも考えなければいけないですもんね、うん、さらにそうですね、うん、ここからのビジョンとして、はい、ツイッターでも解説を結構されてたりするんですけど、はい、
解説者というのも考えて動いてます。考えてますね。まあ解説だけになることはないと思うんですけど、まあそういう仕事もやっていきたいっていう思いもありますし、まあそこからやっぱサッカーの試合を見る機会が増えるんで、コーチとして学ぶものも非常に多いんじゃないかなと思ってます。いや本当にもう橋本さんのこれからがすっごい楽しみな、はい、もう今年やってることでさらに楽しみになったと思います、はい、僕ちなみにあの元ガンバ U23 のスタジアム DJ、 今のガンバどう見てますか？今のガンバはやっぱ片野坂さんになってからやろうとしていることをこうトライしてる今時期だと思うんですよね。やっぱうまく表現できない試合もあるし、できてる試合もあるし、やっぱそういう変化はどんどん生まれてきてるかなっていうのと、あとは選手に合わせて、あの形を多少なり変える、そういうところも見えてきてるんで、なんか僕は結構楽しみな部分が多いんじゃないかなと思ってますけどね。やっぱりコーチとしてやって分かることですけど、はい、時間はちょっとかかりますよね。そうですね、かかるんですけど、かからないようにどうやったらできるんかなっていうのをすごい悩んでますけどね、はい。じゃあちょっと雨も降ってきたので、そろそろ終わりたいと思います、はい、最後にじゃあおこしやす京都、そして橋本さんを応援してくださるサポーターに最後にメッセージいただいてもいいですか？はい、今回見ていただいてありがとうございます。僕たちは関西社会人リーグというところで戦ってるんですけど、無料で見に来ることもできるので、ぜひ見に来てください。僕たちが、どんなサッカーをするかはスタジアムで見ていただけたら嬉しいので、はい、よろしくお願いします。橋本秀夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、雨降ってきて。